ただいまですね、いただきものの高級チョコレートを食してまーす。これ一粒で多分ジャグラーが何ゲームか回せるぐらい、あれですよ、そろそろ花火ちょうだい。121万円に増えてるから花火ちょうだい。スロットで2万円負けて119万円まで行ってたけど121万円に逆戻りしたから花火ちょうだい。花火ちょうだい。これ真ん中の粒が美味しいかも。ふわっちなんかおかしいでしょ。パソコンで見ててもなんかくるくるなってるかな。他の枠も3だけじゃないね、うん、今日配信しない方が良かったかもしれないけど。あ、そうそう、仮想枠はね、サクサクなんでやねん。仮想枠でもサクサク、くるくるの枠あったよ。俺ちゃんの枠はね、まだ全然いい。まあ多分やけど、くるくるになってる枠っていうのは水増ししてるからなってんだよ、あれ。うん、よよよ、リキ君マジでくるくる。なんかこうタイミングが合わへん。またこれでこっちに貼っとくか、うん、一番美味しかったやつも知るけど、うん、見える？そうだ、うん、読んで水増しっておかしいだよ。読んで水増しって何なんだよ。チュールはね、キャッチ以外が食べると思う。キャッチはね、ささかましか、なんだったっけ、ささみしか食べない。最近ちょこっとって食べる。なんか食べるらしい、ちょこっと。味による。キャッチちゃんが一番贅沢。そう、あんまりあげると太っちゃうからね。ハービーがボゲボゲ太って、日本子さんはあんたが連続であげて。まあ、花火20発でシュールタイムかな、今日は。まあ、そのうち普通におやつタイムにね、みんなに食べてもらって、それを配信なのか、動画なのか。嫁ちゃんはチュール食べないわ。あ、黒雪も大好きなの、チュール。なんでキャッチーさんあんまり好きなの。そう、猫3匹いてるのよ。キャッチーさんと
アビちゃんとミーちゃんと。ね、ちょっとかわいせ。怒ってんの？怒ってんの？だって映すのよ。怒ってんの？ミータ隣、あ、ミータ後ろ。ミータが好きな。あ、不思議ものリストに嫁ちゃんの好きなもの入れとく？明日仕事行くわ、明日。明日日雇いだわ。チラシ今日負けなかったんだな。あんまりやるとキャッチが取ったりする。うん。エビとシラスは今解凍中です。明日の晩餐かな？明日のおつまみ。楽しみ、美味しそう。漬けって書いてた。うん。なんかペロッと食べてしまうのがもったいないんだけど。うまいぜ。一瞬でなくなんで。だってこのチョコレートも見てみや、あっただけでさ。もうないねんけど。なんでもね、食べ物欲しがる割には食べ物をすぐに食べてしまうので、すぐなくなっちゃうので、発泡スチロールから出して今解凍中です。冷蔵で解凍中です。明日のつまり明日だから10時に終わって10、あ、でも残業かな明日。明日増員って書いてたから残業の可能性大や。何が好き？あんたと同じやんな、ほぼ。ちゃんじゃとか。あんたも好きやろ？マジで？いや、そんな。だから言うてるように、伊勢海老とか高級黒毛和牛とか、A5 ランクの神戸サンダウシーとか。また入れとくわ。考えて。欲しいものリストの。なあ。何でも食べるよな。セロリ、パセリ、ガリ以外は。野菜を送ってもらう方が難しいやろ、多分。いや、なんていうの、そういうの以外は食べる。リッキー君に大黒町で椎茸を栽培してもらおうか。椎茸？いや、昨日椎茸育てる木をなんか送るとか言うから。へえ。山盛りやで、ね、そんな送られても置くとこない。ブランド子牛3匹買えないわ。買えないわ、さばけないわ、まだ。丸焼きや、ベランダで。あ、そういえばエアコンは修理はまだしてないですよ。また新しいの買います。いつ買うかわからんけど、いつ買えるかわからないですけど。上司のチラシが書いてたで、消費税 8% のうちに買って。あ、でも CC が、じゃあ、じゃあその冬の一括本体見つけてきてつけたるわ。マジで？金も払うでしょ。これの、え、これ同じやつってこと？違う違う違う、サイズ上でしょ、もう、まあ、全くでしょうね。あー、へー。川ちゃん凸なんかしてないわ。なんか誰かがにじられて拗ねてるんじゃないの、わかんない。喜んでんのかしら。なんかネタにされて。あー、明日も日雇いですよ、日雇い。あー、日雇い。あんだけよかったよ、ない方が受給する。あ、でもトラック。
なんか神におるらしいね、その人がな。あ、そう、生涯に行けるやん。いやでも向こうがなんか忙しいみたいな。数年前に後編誕生日にヤギ送ったから、送ったら、生きてるヤギ。ゆきちゃんや、ゆきちゃん。ヤギもらってどうすんのよ。一軒家やったら育てれるやん、庭で。そのうち賃貸マンションに送られても受け取り拒否するしかない。これ受け取れないです。あの天王寺動物園に寄付します。ヤギのミルク美味しいね、ロデも、実家に送られてる。実家で飼ってる。でもあれ雑草食べてくれるから庭に置いとったらいいねんで、あの草むしりせんでいいって、紐で繋いどったら。すげえ、ヤギとか送れるんやつ。あそこの現場って何がいるんやったら、何もいらんの。カッターとかいらんの、あんたは。カッターね、借りる。あんたプロフェッショナルやからカッターは使わないよ。5回ぐらいカッターだけじゃない。歯がないカッターやろ、うん、チップの棒の。チョコレートが止まらない。なくなっていく。私のじゃないの、これ。嘘、嘘、食べーでいいよ。食べなさい。食べなさい。冷た。次何入れよう。150万でアルパカ。なんでやねん。150万円でアルパカ買ってくれるんだったら150万円ください、そのまま。そのまま150万円ください。それだベンガル、ベンガル猫送ってほしい。いやもう猫はええやろ。ベンガルってキャッチーちゃんのでっかい版、ヒョウ柄の。わぁ、犯罪大変なんだ。キャッチーは楽しそうやで、にゃんこ増えて。楽しいのか。持ってる。キャッチが一番あれ。社交的や。ダービーに年がられてる。ね、どうする。自宅がね、あの賃貸じゃなければね、一軒家だったらよかったんですけど。さすがに乳牛じゃないと嫌やな。お金に関するコメント。いやもうお任せします。でもあの全部 YouTube 行きですよ。読み上げ聞こえる YouTube。 どうやろう、ボソボソ言うからさ。それつけられて逆ストーカーされますよ、配信者。配信者みんなそんなことばっかり考えてるんだよな、あいつ。怖いな。人のところでどんなアイテムを投げてる人を見つけて、すごい自分の枠で自分なんで、みんな、ちょっと待って。全員コメント消しどうすんだよ。また一人で喋ってるわけ。そう、何もなくコメントもないな。楽しいぞじゃない。楽しいぞじゃないです。ね、いや、あの一軒家住んでてね、ペットで飼ってるアルパカを散歩するならまだしもネタにはなるかもしれないですけど、賃貸マンションでまずね、アルパカは無理でしょ、どう考えても。このマンション6階にあのドッグランはあるけど、ドッグラン占領してしまって、餌代の人参屋です。餌代の人参屋です。最近控えるな、ほんと。毛輪だって傷だらけやもん。ずっとずっとやで。人の顔見て。ピーマンあります。今、キャッチーが泣いたのは、俺ちゃんの顔見て泣いてます。キャッチーは、あの俺ちゃんが近顔を近づくとすぐ泣くんです。いきますよ。あ、どっか行った、まあ、行っちゃった、まあ、どっか行っちゃった。ハグも荒ぶってます。あちゃんかかえ
ちゃん、これだ。あいちゃん。あいちゃん。キャッチーは、キャッチーさんになるの。アビちゃん。アビちゃん。取られたと思って。ん？キャッチーの方が長いなって。アビちゃん。見たも固定の位置。見たも映していて。うちらの机が映ってる。俺らの方見てるやん。見たも監視枠。見たも。あんまり読んだらまたどっか行ってます。見たも。あ、そっちですか。他のお姉ちゃんとラブホ行って、うん、で部屋入って、うん、こうしようとしたらもう最低って言ってビンタしてそのお姉ちゃん帰って行って、うん、扉がラブホの扉が閉まって、うん、あの生産の際はあの生産ボタンを押してくださいってなんかガチャガチャって開けて負けられへんっていうおうちに誰かしようって言って、うん、それをだから嫁ちゃんで、うん、俺が顔近づけたらお前がそんなんで休憩ダイヤ2000とかならなくなって出られへんのお金だろうな。まあまあ。もったいなくない。だから昼間のサービスタイム2000とかの時にさっとさっと撮影だけし。くっそ安いラブホでも存在するな。僕のところだってサイトでもしませんよ。そうか。そう。で、ロックないところが多い。安いところってロックじゃないの？ところが多いと思うので、少し安いからそんなロックのシステム入れられるし。そうね。知らんけど。見ても寝そう。見ても寝そう。見ても寝そうです。やばい。電源がまた腐った。うん、もうポジるたびに腐んねんけど、で人が自覚したらどんどん下がっていって、でまたポジって上がっていって、なんなの薬。原子何儲けさせるの。お前ね、さっきこんばんはだけ言ってどっか行っちゃったの。小銃金額が増えてるのは今日ピエロに2万円やられたからです。ピエロにやられたからその分増えてます。121万必要です。おー、121万くらい。支払いできない。あ、0時回ってるじゃないですか。うん、そう、昨日物流で頑張った分の倍負けました。3倍負けました。あ、めっちゃ来たの。ここにいるの。うん、うん、そうだね。あの、トナミ運輸でね、あんだけ頑張ってもね、所詮ね、ピエロにはね、一発で持っていかれるわけですよ。一発で。クソが。クソパチンコやから。40円のジュースまで我慢。40円のジュースまで我慢してね。40円のガツンゴールドを我慢して、でもその分帰ってきてからのほろ酔いの味はもう格別ですよ、マジで。どこでも売ってんの、ガツンゴールド。なんか俺が行く日雇い派遣の現場の近く、どこでも売ってる。狙われてるやん。どこ行っても売ってる。どこ行ってもガツンゴールドなんで。あ、梅田のコロセンはない、なんか。ああ。
無線はちょっと違うやん、ね、100円のコーヒーのペットボトルのコーヒーもあるから、日雇いのレベルに応じて自販機のレベルも変わってる。明日は久しぶりのまたあっちの物流の何話の湯の近所なんでいつもそこにおることになってるの。いやマジっすよね、ガツンゴールドってどこのガツ食ってんねやろ。スポンサーになってね、ガツンゴールド送ってきてくれたんやろ。何の自販機わかんのからん、40円、50円ジュース。少年が野球部買うとこんなしいやつ。あれも安いとこやろ。ガツンゴールド効果とか出てきてんねん。毎回ガツンゴールドを買って、うん、自販機の前で宣伝しておけば、いつかガツンゴールドさんが目をつけて、いつも宣伝ありがとうございますって言って、1年分、ガツンゴールド1年分送ってきてくれないから。ガツンゴールドさんお待ちしてますよ、ガツンゴールドさん。え？神戸入口だって。あ、そうそう、神戸のなんか。サイダーとかもすごい安い、50円。ここのメーカーって安いよな。CM やります。疲れたその体にガツンゴールド。神戸恐竜地って読むねんって。疲れた体にガツンゴールド。中杯カクテル。肉体疲労の栄養補給にガツンゴールド。日雇い派遣終わったらガツンゴールド。カンペ作っとく。カンペ作っとく。あ、そう、神戸居留地のチェリオに続く安売りなんだよな。10倍もあるらしいね。88円から。すごい、100均とかに置いてそうやな、88円とかに置いて。バンブーさん、メガハンです。ミンタムが寝ちゃうんですか。酎ハイ、そんなん飲めないだろ。どういう意味？安すぎて。100均の、100均、ローソン100でも91円酎ハイとかあります。あれ、サンガリアと、ローソン100ブランドと、あとどっかやな。あ、そう。チェリーをちゃうか、あと、ライフガードなって。神戸のやつ？神戸のやつどんなんだよ。糖質やつで糖質ゼロとかいろいろ頑張ってそうな感じだったね。糖質ゼロはいらんわ。普通のチューハイでいいやん。おいしいやん、糖質ゼロでいっぱい飲めるの。フットランでいいやん。例えばやねんか。あ、でも今日体重測ったら72やん。食べてへんからだ。どんどん痩せていって。ほうほうほう、おいしいやん。グレープとレモンと。どうしたらバン？うん、ちょっと。いける？白ぶどう。なんか美味しいで。うん。でほら、ストロングもあるし、一枚ね。せや、ストロングある。ストロングなんぼだ。これほら、8%。なんぼな。知らん。でも安いと思う。ゆずレモン。ピンクグレープ。1本あたり75円。怪しい。怪しいって言われてる。75円、マジで。やばない。美味しそうやん。やばない。一通り好きな味全部あるやん。梅もあったし、グレープフルーツ、コーラもあるね。怪しいって言われてる。ほんま。逆にでもその怪しいのを飲んでみて、レビューという名の、こっそり CM をして、で、YouTube で CM あり宣伝ありがとうございますって言って、1年分プレゼントけえへんかな。ガツンゴールド。ガツンゴールドと一緒に。俺絶対飲まないって言われてる。絶対飲まないって言われてる。大丈夫？だってアルコールなんかな、スピリッツか。
何やん。ほろ酔いなんか飲ませていただいたらもう安いの飲めないですよ、マジで。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。もうこっそりね、4本ぐらい飲んじゃってるんですけど、ね。4、5本すでに飲んじゃってるんですけど。こっそり。私のおらない。もう、ジュース代わり、喉が渇いたらとりあえず。しばくぐらいね。とりあえず、もう飲んどこうか。いっぱいあるから。メロンソーダがあるの、うん、私はおりんごが一番好き。ほら、あ、おりんご入れとくよ。入れてよ、あんた。入れてくれてると思ってたよ。メロンソーダを飲んでみたいな。嫁はおりんごが好きだし。うそ、ん、うまい。それほろ酔いにもあるの。ほろ酔いの青りんごが美味しい、うん、すっきりしてて、もうびっくりした。今まで飲んだ中で一番しかった。見ても来た。来た？はい、来た。下にちょうどいいんですよ、ソファー。今じゃ了解。まだ欲しいものリスト入れてない。つまみ系が欲しいな、つまみ系。いっぱい入った、なんていうの、当たり目の。珍味、うん、ああ、ボトルのやつ、うん、ボトルやったら安心、あんたが締め忘れへんやんか。袋のやつって締め忘れて、この子ら食べたいね、こっちのやつ。アビな、でも食べるもんなんだよ。アビ、柿の種好きやなんで。にゃー、忍者やす。もう完全に寝ちゃって。ガオガオ、バーガーだす、バーガーだす。ミータもお眠です。ミータもお眠です。やば、もう映しとくね。俺3匹映るね。あ、風船10個だす。マジスカリだす。もう見たものおやつ代にありがとうございます。いいなぁ、よかったね。やっぱりち、次回の次枠いります、これ。もう完全にお眠モードなんですけど、久々8時間勤務の日雇い派遣行く。出勤時、おにぎり2個持っていく分と、プラス電車の中で食べる分1個、3個買う。そうなん？帰りに食べてんの？電車の中。電車の中で食べてみんなにジロジロ見られるの3本です。てーれれてててれ。めっちゃ早いな。出したら重かのね、あんたが遠いから。出しといて、まだやけど。今日釣り線で。今日でも釣り線なかったからな。てーれれてててれ。てれれれってじゃんけんぽん。うふふふふ。個人チャンネルはサントリーの提供でお送りいたしました。